こんにちは、かねこです。今回はですね、ダークモードの設定方法を紹介していきます。ダークモードというのはですね、こういう風に背景が黒くなってで、文字が白くなることをダークモードと言います。こういう風に設定するとですね、目の疲れが軽減されるという効果がありますので、このダークモードの使い方、設定方法を紹介していきます。通常だとこのように白色だと思いますので、この状態から設定を紹介していきますね。ではやっていきましょう。そしたらですね、左下にあるスタートメニュー、こちらをクリックします。 クリックしていただくと、ちょっと上にですね、設定がありますので、設定開きましょう。で、設定開いていただくと、こんな感じの画面が出てくると思います。で、そしたらですね、その中に個人用設定というのがありますので、個人用設定を開きましょう。こちらですね。 そしたらですね、最初にこの背景というのになっていると思います。で、そしたらですね、この中から1個下ですね、色っていうのを選びましょう。色を選ぶとですね、下の方に行くとこのように規定のアプリモードを選択しますというので、今白になっていると思うんですね。で、白のやつを黒に設定します。そうするとダークモードと呼ばれるものになりますね。ただ背景が黒くなって、あの文字が白くなるので、まあ、ちょっと嫌だなっていう人結構いると思うんですよ。なのでそういう場合は普通に白を使ってください。で、あの目が優しくなると言っても、あの見にくいとかそういうのには、 やっぱ関係してくるので、まあ、黒見にくいな嫌だなと思ったら、も、ま、う、あ、普通に白くした方がいいですね。で、白黒で何の問題もないです。まあ、今までも白黒で使ってたので、特に何も問題ないですよね。なので問題ないと思います。ただ、あの一般的にはですね。このダークモードっていうのは目の疲れとか軽減してくれる効果があるので、まあ、そういう目の疲れとかあの軽減したいなって方はぜひダークモードを使うことをお勧めしますね。でただですね。このダークモードっていうのは全部に適用されるわけじゃなくて。まあ通常のソフトですね。他のソフトアプリとかソフトですね。 起動すするとあの普通に白いくなってますでこれ対応してないソフトいっぱいあるのでダークモード使えないよっていうソフトばっかりですね今はなのでまあこういうところの、まあ、Windows の起動画面とか、まあ、こういう対応してるソフトはこういうダークモード使えるんですけども、まあ、ダークモードの設定をしてても使えないものソフトアプリいっぱいあるのでそういうのも覚えておいてくださいこのダークモードに関してはですね無理してこう黒くした,した方がいいよとかそういうのはないので、まあ、好みで決めていただければいいかなというふうに思います今回の動画が 少しでも参考になったなと思ったらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたしますまた次の動画でお会いしましょうバイバイ